今まで食べたパンの枚数覚えてますか？はい、どうも、サマンです。今日はね、12月5日月曜日の朝7時40分、いよいよね、本日からセ・リーグ、パ・リーグ、コストのリーグ別最強決定戦が開始になります。はい。で、実はね、さっきの、もう今の今までね、生放送で称号をつけて、で、セ・リーグ、パ・リーグ2つのオーダーをね、バキバキに仕上げてました。で、こちらがセ・リーグオーダー。はい。もう野手はですね、すべて、まあもちろんミートパワーすべてのコンボが出ていて、まあ、投手もですね、球威制球スタミナ、はい、まあ、球威 A、制球 A、スタミナ A と全部、一通りの、ね、コンボが出ていて、はい、まあ、99,040 スピリッツの、最大コンボ上昇量が13,79と、はい、一旦完成させたつもりだったんですが、はい、オーダーを吟味し直した結果、まあ、こちらのがね、バランスがいいかなとなっちゃってるんですよね。で、99,100のチームスピリッツに、はい、なる予定のオーダーになるんですけども、はい。で、コンボはですね、13,220程度かな。うん。まあ、こっちの方がちょっとバランスいいなと、うん、ちょっと思っちゃってはいてですね、はい。で、まあ、こっちの方が、まあ、ちょっとね、QEA8 人が出なくなるんですけど、うん、まあ、ちょっと、スピステコンボのバランスがこっちの方がいいかなと思って、ただ、吉見選手を慌ててですね、今から、まあ、レベル75にするにはですね、先ほどの称号生放送でストック経験値をめちゃめちゃ使ってしまったんで、ストック経験値が使えない状況なんで、1時間、ではですね、ちょっと吉見選手を極めにすらできないと。で、そこから試写くっつけなきゃいけないんで、まあ、ちょっとこのセリーゴーダー開幕、うん、そうですね、最強戦の開幕にはこのセリーゴーダーの完成が間に合わないというところで、となると、こちら、パリーグでエントリーをさせていただこうと。はい、こちらがパリーゴーダーですね。で、打者がオール試写、オール試写4140で、すべてミートパワー8人、ミートパワー A8 人が、すでに出ている状態のこうオーダーですね。はい。で、サードのね、山川選手がチャーミングなんですけど、ここはね、まあ、本当はもう一つの候補として、これ、秋山浩二選手にサードを変えることができてですね、守備的にも、まあ、まあ、守備的にもさほど差がないというか、まあ、守備はむしろ秋山選手の方がいいんですよね。ミートが3下がってパーが1下がると、その代わり走力が25ぐらい上がると、うん、どっちがいいんだっていう話なんですけど、まあ、正直ちょっと結構こうつけがたいんで、まあ、ちょっとね、様子見ながら、あ、これちょっとまあ特殊してないんですけど、まあ、ちょっと様子見ながら、まあ、経過見ながらですね、ちょっとなんか、うん、まあ、一工夫みたいな時にちょっと気分転換に入れ替えてみるのもありかなと、まあ、試せんかなと思ってるんで、うん、でこちらは投手オーダーなんですけども、こちらは球威8人、制球8人、スタミナ8人は出てますと。ただ、球威 A8 人、制球 A8 人、スタミナ A8 人についてはあえて捨てました。その方がですね、まあ、スピリッツとコンボのバランスがいいかなっていうところだったんですけど、まあ、スピリッツは基本9100で最大コンボ13,007で、これが、まあ、QEA とかね、制球 A は出そうとも出せるんですけど、まあ、そうすると、まあ、120ぐらい、チームスピリッツ削らなきゃいけないんですが、上がるコンボ最大コンボ上昇量がさ、まあ、70程度なんで、あんまりちょっとね、バランス良くないということで、一旦こちらになってますと。まあ、これで、まあ、まあ、最強戦をちょっと勝ち抜いていこうと思うんですけども、現状ではオーダーベストなんですが、まあ、まあ、8日に更新が控えていて、ここでね、エースが出てくるのかなという予測はされていて、うん、まあ、ただエースが出てきたとしても、この山岡選手が前道地の東浜選手、死者つけたものに変わるかなというぐらいの感じで、まあ、さほど変化は、途中では見られないとは思うんですけど、うん、まあ、あとは、エースの日ハム加藤選手がですね、この増田選手の代わりに、はい、中継ぎに入る可能性があるぐらいですかね。うん、はい、ということでね、まあ、9時の回が始まるまでですね、一旦、時間があるので、もうちょっと私、徹夜なんで、はい、9時前までちょっと寝かせていただいて、また9時にですね、これちょっと、相手のマッチングが出てくると思うんで、そしたらマッチング出てきたら速攻で先発をですね、組み替えて、当て直して、
9時の回迎えていきたいと思います。じゃあ9時直前までおやすみなさい。はい、ただいまですね9時9分なんですけど、今、対戦相手が出てまいりました。で、お相手を見ていってさささっと、ちょっとここはね多分本当に1分ぐらいで変えちゃわないと、いけないのでですね、9万3000ぐらいの方、9万3000ぐらいの方、ばかりですね。ちょっとそんな変えなくてもいいかもしれない。はい、1番手、3番手、2番手、5番手、4番手、これでいってみたいと思います。今回、当初はですね、1番手が田中選手、2番手が山本選手、で、3番手がダルビッシュさんで、4番手岩隈さんで、5番手がヒルマンさんとなってますと。まあそんなね、能力差が劇的に、そうですね、高低差あるわけじゃないんですけど、やっぱりちょっと田中選手と山本選手だけ少しちょっと、ステータス抜けてるかなっていう感じですかね。ダルビッシュさんとヒルマンさんと、岩隈さんはさほど差がないんで、まあそんなに先発当てに、困る、地獄マッチングになっちゃうとしてもね、そんなに先発当てに困るようなステータスにはなってないかもしれないですね。はい、これちょっとで第1節臨んでみたいと思います。そりゃそうか。はい、ちょっとマッチングの方ですけども、さすがにね、ここはね、おお、すげえ、もう9万6000現れた。9万6000、9万5900。はいはい、9万3000。なるほど、なるほど。まあ、ここはまだ雑なね、雑な分析でもいいとは思うんですけど。はい、こうなりました。2番手、1番手、3番手、5番手、4番手ですね。9万、ワンツーの方はですね、1番手、2番手の方は、9万6000の9500ぐらいで、9万6000、中盤ぐらいですね。もう、結構、1000位ぐらいだったらいっちゃうだろうなっていう、オーダーかなーと思う。1000いかないかな。なんとも言えないけど、はい、結構、上の方の方とも当たってるんで、スピ3000差ぐらいのイメージなんですけど、さすがにここはね、ご立てしてほしいんですけど、はい、スイープといきたいところです。では14時の回に早速行ってみましょう。おぉ、結構僅差だな、おい。10勝した中で800位って結構やばくねえか。また得失点差にやられそうだな。あ、ゾーンさんいるじゃん、ゾーンさん、純 V の。相手どう？相手。はいはい、96,500、14,100、純正か。さっきの相手より強くなってもない。なるほど。ここは強い。なんとも言えないところだな。そうだな、これは。ゾーンさんは強いだろう。ゾーンさん強い。なるほど。日山純正ですね。純正はね、やっぱ4000が入っちゃうからね。でもこれは、ミパになってんのかな？ミパになってるっぽいな。なるほど。そういうことなんですね。で、なるほど、なるほど。なるほど。これも、投手コンボがきついか。でも、
強いですね、一番強いこの中では。はい、ということで先発は2番手5番手4番手、3番手1番手っていう感じですね。ちょっと得失点差がねあんまり差つけられてないんでちょっと不安なんですけど、まあまだちょっとね実力差のあるところが相手なんでちょっとここら辺はしっかり差をつけておきたいんですけど、ちょっとゾーン3ぐらいになるとね、コンボ一発でちょっとひっくり返っちゃいそうな気配あるんでちょっと怖いですけどね。はい、まあマークを当てて行ってみたいと思います。はい、じゃあ今日はですねここまで、14時の回までで、まあ毎日ですねこの第2節が終わったタイミングで、更新を、はい、していくんですが、今日はねちょっと初日ってところでオーダー紹介もあったんで、ここで一旦終わらせていただいて、明日またこの時間ですね、14時の回を、終わらせて収録してまた、その日の夕方出していくっていうパターンで、毎日このまま進行していきますので、はい、まあ、初日ちょっと第2節までねちょっと見応えなかったと思うんですけど、あ、明日以降は、はい、毎日4節ずつ、はい、お届けしたいと思います。じゃあまた明日。